はい、おはようございます。本命ちゃんです。はい、ですね、パート1についてパート2です。女性の方必見バストアップの道具をご紹介します。はい、ということでですね、いつもならブラックマスクなんですけど、一応女性に紹介するということでピンクマスクに変えました。ちょっとね、薄いんでピンクじゃないですね。ちょっと白に近いかもしれない。ここにね、見えるかな、ハートマークがついてます。はい、まあそれはいいんですけど、今日紹介するバストアップ、女性のこと必見ですよ。今日はですね、名前が、その前に言っとかないといけない。これは何かっていうと、前回の動画でボーリングをしてたと思います。私がね。でね、ボーリングの球を買おうということでいたんですけど、ボーリングの球、一番安くても5000円したんでやめました。ですね、結局、この前の動画はですね、このバストアップのために、撮ってたようなものです。はい。あんなね、下手な、ボーリングの動画見てもしょうがないんですからね。実はあれは、今回の動画につなげるための伏線動画であります。はい。で、今日紹介するのはこちらです。はい。こんなやつ。こんなやつです。はい。これはよく言う、何っていうのかな？見せぶらとは言わないか。胸パッド？なんとかパッドって言うんだよね、これ。まあいいや。これはね、肝心のこれはね、バストメイクグラマーっていう商品です。はい。バストメイクグラマーもしくは、グラマーラス D、吸着バストパッドっていうバストパッドです。これはね、どういうものかっていうと、これはね、ボーリングの球じゃないです。ボーリングに似せたものです。まあ、ゴムボールですね。まあ、簡単に言うと、これの吸着力がどれほどすごいかっていうことなんですよ。これがもしボーリングの球だとして、こうやって、こうやる。で、こう、すごい吸着力だよっていうのを見せたかったんです。はい。なかなか取れないんだけど。こうやって取れば簡単に取れます。はい。なので、本当はね、ボーリングの球を買ってやると良かったのかな。うん。これ実際に書いてあるんですけど、実際のね、商品には、ボーリングの球につけて、で、こうやっても取れない。っていうやつだったんです。はい、だから実際ね、ボーリング買ってこうやればよかったんだけど、ボーリングの球重たいからね、こうなるかな、こう手で持てるかなっていうのもあったし、片手じゃ多分持てないと思うけどなっていうのもあったんです。まあいいや、とりあえずね、吸着力すごいんですよ。だからね、もしこれは実際はね、胸につけるんですけど、胸につけてる時にこのままこう引っ張るとね、乳腺っていうの？乳腺がちぎれることはないと思うんだけど、肌を痛めるつけるっていうのもあれなんで、これ取る時にはこうやって取るのが一番いいです。はい。まあ、これはね、ずっとつけてるもんじゃないそうですけどね、1日何分かな？まあ、なんかやって、この、求心力でこの乳腺を成長させるっていうのかな。それでこのバストアップを測るってやつなんですけどね。これよくあるあれですね。あれと似てますけどね。なんて言うんだろう。名前がわかんないけど。これをつけて街を歩くだけでもね、バストアップに見えるという、そういうやつですね。まあいいや。
ということで、これ一体、まあ、ちょっとね、裸になるわけにもいかないんですけど、一応ですね、つけてます。まあ、男性の私がつけてても、あれなんだけど、まあ一応私、過去の動画で話してますけど、病気で、女性化乳房になってるっていうこともあったんで、そういうこともあるんですけどね。だから、普通の男性よりは胸が大きいです。はい。まあ、それはいいとして、わかるかな？こうしようかな。実際の胸がこちらです。はい。ちょっとわかりにくいかな。実際の胸はこんな感じね。はい。で、これが、さっきの、吸引バストメイクグラマーをつけた感じ、わかるかな、違いが。わかりにくいかな、まあ、こんな感じですね。はい、いう感じでございます。こんな感じね。実際の胸はこんな感じ。はい、って感じですね。はい、ってことで、いうことです。はい、あ、こっちの方が分かりやすいかな、実際の胸。はい、でこっちがつけた感じ、まあ、横向いた方がいいかな、横向くとこんな感じね。はい、実際の胸はこんな感じって感じですね。はい、ってことでですね、こういう商品があります。これはですね、 Amazon で買えます。バストメイクグラマー、今の現在の価格では1178円。でもう一つの名前が、グラマーラース D 吸着バストパッド、こちらの方が2100円とか2280円、まあ、出店するあれにメーカーによって違うのかな、どうかな、ということで販売されています。はい、ということでですね、あとですね、パート1でも言ってたという、言ってたんですけど、私のマネージャーゆうくんがですね、これを使って、ちょっと過激動画をしようということでですね、パート1でも言ってたんですけど、私に、ですね、これを試して、実際に大きくなるかをちょっとやってみようっていうことでですね、やりたくないんですけどね、はっきり言って。私はスキーで胸が大きくなったわけじゃないんで、私の場合病気でね、なったんで、肝臓の病気で、男性ホルモンがちょっとおかしくなって、それで、女性ホルモンがちょっと多くなっちゃって、こう、胸が大きくなったっていうのがあるんで、まあ、今肝臓自体はね、もうね、治ってるんですけど、病気は治ってもね、胸の大きさはそのまま変わらなかったっていうのもあるんですけどね。だからね、あんまりね、どうなんだろうな、まあ、一応ね、1ヶ月試して、1ヶ月で やめようと思ってるんで、まあ、過激動画っていうのかな、なんていうのかな、私が実験体になるっていうのかな、女性スタッフもね、いることはいるんだけど、動画に出たくないとか言ってるんで、結局私がやるしかないんだけど、ということで、1ヶ月後、どうなったか、パート1でも1ヶ月後ってなんか言ってたような気がするんだけど、まあそれは動画のアップする都合上、まあ早く知りたいか。はい。そっか、この動画を遅く流して、それで上げればいいか。そうすれば、逆にパート1からこのパート2が遅いな、みたいな、待ってる人もいるのかな。まあいいや。とにかく、すぐにね、すぐにっていう、まあいいや。1ヶ月後へ、時飛ばしって感じでね、普通はね、編集してね、これが、画面が変わるんだけど、私編集しないんでね、ですね、次の動画はね、この後の動画にアップするんで、まあそれもちょっと時期は、まあ、ずれてますけど、アップするんで、そこでですね、1ヶ月後どうなったかっていうのをですね、聞いてください。
あ、見てください。はい、ということで次の動画へ時飛ばし、見に行ってください。はい、じゃあ女性の方また会いましょう。バイバーイ。